SFE 貿易の答えです。本日のブログですけども、そうですね、飲食店のサポートビジネスっていうのを、まあ、やってるんですよね。で、まあ、私自身は別に飲食のプロでも何でもないんですけども、まあ、有名なコンサルタントの先生で、原田明先生、という方と一緒にやってます。まあ、エクスプローラーね、ブログの方でも、紹介、ね、してますね。で、まあ、ブログの方を書いてくださいというふうに話して、で、まあ、紹介したんですね、この場所ね。で、そうですね、最近はですね、そういうようなブログを見て、まあ、皆さんからね、いろんな、話来ます。特に飲食業界っていうのはね、今大きな変わり目だというふうな話もよく聞きますし、私自身もね、飲食店には関わったことはちょっとだけあるんですね。上海でラーメン屋のお手伝いしたことは、やることね、やったことあるんですけど、中国でなかなか飲食店は難しいなという経験はあります。で、話はね、その飲食店っていうことよりも、我々はですね、まあ、貿易会社として何ができるかっていうね、飲食店に対するソリューションということで、でやっぱりその部分を考えればですね、実は飲食店の内装という部分というのは結構資材調達があります。で、我々が特にその資材調達の部分を、サポートしたいなと思って、今回の企画っていうのはずっと決めてるんですよね。で、海外からの商材調達っていうことで、実際はですね、もう、中国に直接オーダーを出して、それで、まあ、店舗で必要なお皿とかですね、ユニフォーム、またそれ以外にはですね、何ですか、まあ、内装類の、テーブル、レジ台、カウンターとか、ソファーとか椅子とかテーブル言いますね、あとは照明類とかね、いろんなものを中国から入手することは可能です。で、なぜそのような企画をしているかというと、実はね、理由はあります。やはりその店舗の開店資金っていうのが、開店するときの資金ですよね、その初期投資っていうのがあまりにも大きすぎれば、もう回収不可能になってしまうという現状がある、あります。で、特にですね、最近の飲食店というのは、客の入りを良くしようと思えば、結局は回転率っていうですね、店の、そうですね、改装する、そのタイミングっていうのを、あんまりに長くしてしまえばダメなんですよね。で、まあ、やはりその5年ぐらいに1回ぐらいはなんかリフォームというか内装をね、きれいにするようなことをしないとお客さんの入りが悪くなるというような状況があるようです。で、そのようなことを考えればですね、まあ、初めからね、高級な、これから30年使うようなね、高級なものをバンバン使ってですね、で、やってしまうとですね、もうその初期投資を回収するのにね、もうお金がかかりすぎて話にならないと。じゃあそんなんじゃね、その次の改装もできないから、もう商売やめるにやめられないというふうな状況になってしまうんですね。で、だから、できる限りですね、中国から直接安く仕入れるようにしてですね、内装して、で、まあ、その定期的な内装の改装に対する、お金の準備ができるような、ことですね、原価回収ができる、ようなことを考えなければならないということでですね、まあ、中国からの商材調達ということの、ソリューションビジネスの提案をしています。まあ、私自身はですね、まあ、飲食店ということに対しては、まあ、それほどプロではないんですけども、でも、中国からですね、まあ、そのような、まあ、コンセプトを引いていただければですね、その商品を、海外に輸出するというか、日本にね、輸出するということは、これは、日々の仕事としてプロフェッショナルでやっております。だから、その部分でのソリューション、お手伝い、問題解決というのをしていってるんですね。まあ、現実としてそのようなことで、飲食店のオーナー様がね、ご利用いただいたケースもあります。で、まあ、あと、そういうような飲食店の経営する際にですね、まあ、コンサルタントとして、例えばメニュー開発から始まって、まあ、要は料理の雰囲気と、例えば店内の雰囲気っていうのを、これをね、あまりにも、アンバランスにしてしまえば、結局、まあ、料理の、まあ、価値がね、目で見る楽しみ、舌で感じる味の楽しみっていうのがあると思う。匂いっていうのもありますし、まあ、そういうふうなね、まあ、楽しみを感じさせる部分の、まあ、目の部分ですよね、我々がソリューションするっていうのはね。だから、まあ、店舗の内装を、こう、いかにいいような感じにできるかで、しかもローコストで、できるするかっていうのが、我々がね、今考えているというか、今行っている、飲食ビジネスでの、まあ、における、貿易の、サポートということですね。まあ、私がそういうふうに、貿易側でお手伝いしていると。で、また、飲食店の開業する際の基本コンセプト、また、
料理のメニュー、ね、マーケティングっていう部分では原田明先生がね、やられてる。またその他にもいろいろね、これからご協力いただける方もどんどん出てくると思うんですけども、まあそのような方とね、中国に関しても、まあ飲食店っていうね、まあ、ちょっと言ってみれば超ローカルなものかわかんないですけども、そういうものまで、まあ中国からですね、やることによって、まあローコスト化、まあローコスト化っていうか結局、改定を、要は初期投資をね、まあ最小限にして、で、要は初期投資の資金のね、回収ができるようにして、まあその経営者がね、生きていけるというか、将来がうまくいけるっていうふうな部分の、まあ、サポートですね。それができればと思って、日々やっております。たまたまですね、今日はそういうような飲食店に関する話でね、お客さんが来たんで、まあ思い出したように喋ってるんですけども、やはりね、商売っていうのは、初期投資、でっかすぎたらね、大変です。ね、まあ我々みたいな貿易会社も、まあ我々みたいな貿易会社は初期投資ってそれで大きくないんですよね。まあ飲食店やった時に家賃ね、店の改装とか、まあいろいろね、お皿買ったりでも結構いるんですよ。だから、それをね、初期投資を回収しようと思ったら、この売り上げの中から、まあ何年で回収するかって考えてはあるんですけども、あんまり時間かかりすぎたら、もう次の内装もできない、商売ね、まあ借金もあるというか、要は、初期回収しないまで商売もやめられないという状況で、まあなかなか大変な状況っていうのがあると思うんですよね。だから、まあ商売っていうのは、基本的には、経費というか、初期投資をかけない、基本的経費をかけない、固定費かけないようにして、で、いかに利益を上げられるかっていう、そこの部分をね、考えるっていうのがビジネスだと思うんです。で、まあ、我々貿易会社でも、そのコストっていうことで、会社のコストをね、まあ、いろいろ無駄なものいっぱいかけすぎたら、これがお客さんに対して跳ね返るもんですから、我々も、あんまりコストをかけないようにして、できる限りお客さんに対してね、サービスを出せるようにするっていうのも、これも貿易会社の努力だと思うんですね。まあそういうことで、経営者としてね、お客さんに対して、まあ、どういうふうなメリットがするか、まあ、一番のメリットっていうのはね、まあ、サービスがいい、頑張ってるとか、そんなのも必要だけども、値段が安くて結果出せるっていうのが一番重要だと思うんですよね。まあ、安すぎても自分が利益出ないならやる意味ないと思うんですけども、でも、その、お客さんにとってのメリットね、要は、ウィンウィンの関係、要は、我々が、まあ、流通の過程を支えてるわけですから、我々があんまり儲けすぎると、お客さんは今度はその先で儲けられなくなる。じゃあ、それで継続できない。そんなのビジネスとして成立しないんですよね。だから、我々貿易会社、中国側でやる貿易会社の立場というのは、中間流通経費になるわけですから、じゃあ、その中間流通経費の部分を、いかにカットするか、いかにお客さんにとってメリットが出せるかっていうことが、これが、やはり、私の仕事だと思ってるんですね。ですからね、まあいろんなコンセプトを考えてます。飲食店に対するコンセプト、ね、その建築関係のね、内装に関するコンセプトとか、まあやることは大体一緒に似たようなもんなんですけども、でも、そういうようなことをね、中間流通経費をできる限り下げて、まあ商品の仕入れコストも下げる。まあそういう部分でのお手伝いをすることが、ね、私の務め、ね、SFE 貿易の務めかなというふうに思って仕事やっておりますんで、まあ本日のブログは、そのようなね、中間流通経費を下げて、日本側でね、仕事を頑張る、起業される、経営者のね、サポートをするという、まあ、お話をね、いたしました。本日のブログはこれで終わりです。ありがとうございました。